ありますね、乗ってますね。本当初公開です。そうですよね。大丈夫ですか、お腹の。あ、なんか。はい、水水プロジェクトのちんです。今日は大阪の道島にあるこちらリペアセルクリニックに来ています。こちらのクリニックはですね、いわゆる再生医療を専門にしたクリニックです。そうなんです、いよいよね、再生医療をスタートするということで、今日は第一歩目として脂肪の採取をしたいというふうに考えています。まあ、どんな感じになるか非常にドキドキワクワクっていう今気持ちなんですけども、早速クリニックの方に移っていきたいと思います。緊張されてますか？僕の方が緊張してます。そうですね、正直あまり注射とかが得意じゃないんで。なるほど。そうですね、皆さん結構脂肪採取される時とか、すごくこう、はい、まあ、怖いとか、手術っていう名前で、すごくこう、まあ、その辺が、まあ、すごいギャップがあるんで、まあ、終わられた時に、あ、こんなものでしたっていうふうにお伝えできると思いますので、はい、もう本当にちょこっとだけ切らしてもらって、少しこう脂肪の、火災場の多いであろう脂肪のところを取らせてもらって、でそこで、まあ、そこから生まれてくる幹細胞をもうしっかりバイトして、投与させていただくと。どれぐらいの量を取るんですか？だいたいお米粒大にして、3つ4つ分ぐらいだけ、本当にちょこっとで。そうなんですね。そうですね、はい。まずはじめに採血をします。この血液は細胞を培養するときに使います。ちなみに僕は注射の針がとても苦手です。はい、合計でどのぐらいの血を取るんですか？80ちょっとですね。80、少しチコッとします。はい、見れてないですか？はい、大丈夫です。再生医療が終わった後に治療の効果を評価するためにも、まずは現状の身体機能を確認していきます。肘の方からいきましょう。まあ、できる範囲で、はい、で僕はちょっと抑えようね。はい、はい、あ、OK、そうです。結構ありますね。次に伸ばす方お願いします。曲げる方は5あってね、右のね、はい、神経のはね、3マイナス。はい。手首のね、もう全く厳しかったら言ってくださいね。はい。屈曲もどうですか？結構上がった。はい。だから、2ですね。はい。で、ちょっと難しいですけど。はい。僕もちょっと持ちますね。はい。OK です。大体3プラス、はい、から4これかな。はい。うん。あと、指のね、例えば神経だったりとか、グリップのですね。全く少しちょっと意識したら、このちょっとだけ動くような感じもあるんだけど、もう厳しいですね。はい、はい、あとね、こういった形ですね。はい、はい、OK です。5ですね。はい、そしたらちょっとね、同意書の方をどうしましたか？はい、特にね、大きなことないんですけども、まあ患者さん自身の自分の細胞、大体お腹のとこからおへその横から取ること多いんですけど、本当に5ミリぐらい切開して、まあ、米粒で言ったら3つ4つ5つぐらい取って、その細胞をね、大体4週間から、まあ、長くて2週、2ヶ月くらいかな、それを培養してから、もう一回体に戻すということになりますね。僕はお腹に感覚がないので痛みは感じませんが、
念のため麻酔をすることにしました。学校行ってもらったら大丈夫、目かけてするけど、そのちょっと細そうだからちょっと厳しいかな。脂肪はあります？いや細そうですけどね、はい、そうですか、ありますか？じゃあここでちょっとね、ちょっとあ、このままでいいですよ、このままで大丈夫ですか、ね、ここね、ちょっと失礼します。あ、ちょっとありますね、乗ってますね、ほんと熱くそうですよね大丈夫ですか、お腹のあ、中川さんここだけ開けちゃって、はい、失礼しますね、はい、よいしょ、おへそのところのちょっと下のところがですね、ちょっとあの話もあったけど、中の方痛かったな、ズワッとはしますね、やっぱり麻酔がしておいた方が安心ね、大丈夫ですか、はい、うん、30分経過して麻酔も効いてきたので、いよいよ脂肪細胞を採取しに行きます。膝に、はい、これでいきましょうか、はい、よし、いきますね、よいしょ、はい、あ、じゃあまずせーの、よいしょ、はい、オッケーです。まずね、今からお腹消毒していきますね、はい、で手術中は穴の開いた布をかぶせますので、うん、手術中お腹の方に手をこう持ってこないようにだけ、わかりました、はい、お願いします。一番楽な体勢で別にまっすぐでもこうでもどっちでも、はい、大丈夫ですか？この辺は置いてて大丈夫、この辺全然大丈夫です、とかね、見ます脂肪、おお傷口はねちっちゃいんですけど、ある程度一応しっかりした脂肪が幹細胞の中にあるので、ある程度たくさんあった方が向こうもいいやつ選べるんで、うん、取れる方もちょっと良かったですね、これが僕は脂肪なんです、はい、ありがとうございます。見ますか？見ますね。そうです。大体これで何グラムぐらい？3から5ぐらいかな。この10ぐらいかもしれない。人によって10いかないかな。これだったら5、6、7ぐらいかな。うん。これで終わりですね。はい。あとね、糸はあの吸収するやつなのでね、あの、抜歯しなくても大丈夫なようにしておきますね。あ、はい。はい、多分2、3ヶ月したら多分吸収されると思うんですよ、うん、術後の制限とかってあるんですか？あ、全く普通通りで大丈夫ですか？普通通りで、ちょっと止めてもらってもいいし、さっきねちょっとだけ術後して、終わりましたね。本当思ってたよりもあっと
という間でもう終わったんだっていうのが率直な感想ですね。In the world I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true, no matter where.